ここまで来りゃいいだろう。せっかくだからこのまま控室を探しましょう。12、それこの建物の案内図か。俺に見せてみろよ。やだね、これは僕が手に入れたんだ。入り口にあったから自分で取ってくればいいだろう。バカかお前、今から入り口に戻るって、その頃にはラップバトルが始まるじゃねえか。バカはお前だジロー。自分が見つけられなかったからって人が手に入れたものを簡単に横取りできると思うなよ。たかが案内室で何言ってやがる。そのたかがを手に入れられなかったのはお前だろ。あのな、こいつが驚いてるぞ。見てわかるだろ。サブローがいちいち突っかかってくんだから仕方ねえんだよ。まあ普段からこんな感じなんだ。あまり驚かないでくれ。そういやお前キョロキョロしてるが、ここは初めてか。ふんふん、ここどころかこの規模の会場は初めてってところか。じゃああんま大きなラップバトルも見たことないんだな。ラップバトルはフェスとは雰囲気が違うからな。きっと今日は驚くぜ。けど兄ちゃん、同じラップバトルでもテリトリーバトルとも雰囲気が微妙に違うよね。ああ、オルタナティブラップバトルはエンターテイメント性が強いからな。一番の特徴は何と言ってもこいつの師匠である DJ ロクロがいることだ。今日はヒプノシスマイクのスピーカーでビートは流さないって聞きましたけど。そうだ、俺たちは DJ が流すビートに合わせてラップする。へえ、俺あんまり DJ と絡んだことないけどうまくやれるかな。大丈夫だ、 DJ ロクロはすげえ人だからな。それぞれの MC に合わせて気持ちいいビートを流してくれる。ジローもサブローもやりやすいと思うぜ。12は DJ ロクロが流すビートでラップしたことあるんですか。遊びでだけどな。ただ楽しむだけのラップってのもたまにはいいもんだぜ。いつもは戦うためのラップだもんね。ああ、それが今の世の中だ。けど俺は悪く考えてばかりじゃない。このオルタナティブラップバトルは賞金が出る。ラップの力だけで金を稼ぐことができるってわけだ。確か5000万円でしたね。お前たちや俺の周りにいる奴ら、みんなの環境をちょっとでも良くしたいと思ったらやっぱりまとまった金がいる。中央区が主催ってのは気に入らないが、自分の望みを叶えるために利用させてもらうさ。俺も頑張るよ兄ちゃん。僕は頑張るだけじゃありません。がむしゃらにやって潰れたら元も子もない。だから余力を残して戦って、相手が反撃してきても返り討ちにしてやります。二人とも頼もしいな。その息で頼むぜ。ところで控室にはまだ着かないのか。